シ国元から1899年10月26日は、江戸時代末期から、明治時代後期にかけての薩摩藩士、鹿児島県天子島漬華霊。西郷隆盛の母方の叔父、薩摩国谷山郡谷山郷中村の平らばに生まれる。姉、聖の長男で老いにあたる流星とは、年齢が近かったため、実際には兄のような存在であった。 なお、本藩人物誌に登場する、島津義博に純子した、椎葉大江門国林は先祖にあたる。薩摩藩史時代の価格は、大々新版であることが、鹿児島県資料旧記雑録周囲、維持地記安著作資料収録の、お家中史略省よりわかる。薩摩藩では、小受け持ち係五軍武業、維新後は、鹿児島県の民事総裁を務めた。 1877年の西南戦争では、西郷軍に着くが、敗戦と同時に、延岡で降伏、宮城監獄にて2年間服役した。着手である、下八郎も西郷側に従軍したが、重奏を負い、宮崎病院にて20歳で死去した。娘、春子は、河村住吉に嫁いだ。服役後は、 鹿児島県の教育発展と更新育成に尽力し、1881年には、公立鹿児島学校校長に就任。後、島津忠沈みのカレーも務めた。80歳没、大久保利道敏武、西徳次郎、武一、西郷吉兵衛、安森俊明、流星、鉄太郎、竹子、清佐、河村住吉栄。 近藤連平、柴国貴、蓮治、常子、国間春子、靖子、伝蔵、政子、橋口よそじ、香山助典、愛助、白洲文平二郎ありがとうございます。